ワイン。ワイン。あ、ワイン。かっこいい。いや、もう袖山さんといえばね、ワインですからね。ベロベロになる。ベロベロになって。確かにめっちゃ。すごい。あ、お疲れ様です。今日はありがとうございます。なんか分かったんですよ、僕見てるんですよ、スナック西野。自分で見るんですよ、やっぱいや飲みながら、自分で飲みながら、はいはいはい、要は酔っ払ってるんで覚えてないっていう時あるから、そう、それで見るんですけど、時々辻さんがトイレ行かはるじゃないですか。あれいいっすね。なんかいや違うんですよ、なんかすごい立体感出るね。立体感、立体感。こことか行ってたらすごいなんか立体感。ああ、わかる。わかりますわ。あ、そんな通り。そう。それじゃあ、カフェピカ貼るときに、なんか、あ、これええなぁとか。そこ。積極的にじゃあトイレ行こう。トイレ行こう。そうですね。確かに家感らしいですよ。どうやらいいのが。あ、そっか。なんかあんまり気張ってないのがいいみたいな、はいはいはい、なんかすごい評価高いっすわ。飲んでるだけなのに超ラッキーっすわ。飲んでるだけで仕事になるんですよ。確かにここかっこいいですもんね。袖山さんは初め、こうなってから初めてですね。2回目。あ、2回目でしょ、うん、あれこうなってからですか。こうなって1回小出さんと来た。あー、そうだ、そうだ。あんまり覚えてないんじゃない。そう、だってもう仕上がった後だね、尾形さん。尾形さんのね、はい、あ、そうだ、そうだ。早々になんか落ちてましたもん。確かに、はい、確かに。あ、それいいっすね。そうそう、今の小出さんっていいっすね。小出さんの、はい、どの小出さんかは言いませんが。あ、めっちゃいいっすね。はいはい、そうです。これはちょっとご想像にお任せしますっていう。そうか、もう入って始まって、始まっては、はい、でもいいんじゃないですか。もういいね。口滑った感じがいいじゃないですか。はい、いや、いいじゃないですか。楽しかった。ザーッとしてると思って。小出さんっすよ。来た来た、ここに。むっちゃいいじゃないですか。いや、昨日YouTube で、ライブ配信みたいなしてたんですよ。で、明日袖山さんが家来られて、はいはいはい、スナック西野なんですよみたいなことを、視聴者の方に話してたら、はい、あれ聞きたいって言ってました。どれ？出会った時どうだったんですかみたいな。うん、ああ、そうね。僕が発信で、喋ることってこれまで何度かあったんですよ。はいはい、多分僕のことだから、ちょっと色つけてるはずなんですよ。いや、かっこよく言っちゃってるっていう。しかも、ね、初めて会った時もどうせ酔っ払ってたし、はい、なので、うん、しかも昔すぎて、うん、なんか自分で記憶作ってんのかなって思う時も。あ、私はすっごいクリアに覚えてますよ。覚えてますか、うん、酔ってなかったんですか、その時は。まだ酔う前に会い始めてというか、ご飯の場所で一緒になって、はいはい、初めて西野さんに会ったわけじゃないですか。なんて綺麗な目をした、なんてキュートな青年だろうと思いますもん。六本木かどっかっすよね。六本木です、六本木です。なんかワインの飲めるみたいな、奥の個室みたいなところですよね。そう、なんかそれは覚えてるんですよ。もともと、絵をもう描いて、田村さんに、はい、まあ、やれって言われて、はい、絵描いてて、でもその時点でもう2年ぐらい描いてたはずなんですよ。うんうん、出版社が決まってるわけでもないのに、はい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 、今思うとよく当てもなく2年書いたなんて。本当ね、そうですね、はい、出す当てもないのに、うん、出す当てもない絵本を2年ぐらい書いていて、はい、で見るに見かねて、うん、リー俊夫さんっていうですね、タモリさんのジャポニカロースっていう番組のプロデュースよく出させてもらってたんで、で学会でずっと書いたらリーさんが、はい、お前何これみたいなって、うん、でなんか本絵本出そうと思うんですよね、はいはい、みたいな、で、リーさんが言ったんですよ。いや、だったら絶対厳冬者がいいって、うんうん、それで、あれです、立野と私と呼んでもらって、うん、その場にリーさんもいましたね。リーさんもいました。4人でご飯食べて、でもそこ、はい、それぐらいしか覚えてないです。それぐらいしか覚えてない。いや、それがね、その、まあ、リーさん、私もリーさんしてたから、あ、リーさんが、してたんですよ、と思った。それで、リーさんだと思って、で、言ったらそこに西野さんが座ってるわけですよ。はい。で、なんかこんな感じでしたよ。はじめまして、西野と申します。キングオブ西野と申しますみたいな。本当にいつも礼儀正しいじゃないですか。僕、本当そうですよ。今でも、うん、そうですよね。はじめましての人に、うん、こんなことしないですよ。もしないし、はいはい、もうなんかもう本当に礼儀正しくて、ずっとなんかニコニコしていて、で、実は絵本を描きたいと思ってますって言って、
で、あのなんかね、紙袋、大きなトートバッグみたいなのに、その時まで描いてた絵を十何枚か全部額に入れて持ってきてて、ちょっと見てもらっていいですかって言って出してくれて、で、1枚目出た時に、うわーってなったんですよ。絵本じゃないですもんね、だってね、よくよく考えたら。で、まず、墨一色じゃないですか。確かに。で、もう書き込みすごいじゃないですか。確かに。で、またね、構図がいいんですよ。はい、なんか独特のヨレヨレした線なんだけど、あの、なんていうの、なんかぐっと奥行きあるように、この真四角の中で書いてて、はい、で、その時に、なんでこの人真四角で描くんだろうなって思ったんですよね。はいはいはい、でもなんかね、その時に何かをこう置いたら、なんかその通りに描いたら正方形だったか、そのままそれで描いたみたいなこと言ってた。あ、はい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 、はい、何かを当てて描いたみたいな。あ、1ページ目が本当にそれで描いて、たまたま正方形だったのがそのまま行こうみたいな。はい、だよね。で、それで、で、多分そこからその正方形の世界に見入られたんですよ、西野さん。そう、最初は天然正方形なんですよ。天然で正方形で、天然正方形、天然正方形。いや、最初は天然正方形だったんですが、どっかのタイミングで、インスタが来たんですよ。うん、ああ、確かに。で、このまま正方形の方がいい。いや、みんな絶対に絵を撮る文化になるから、うん、そう、でもそれだいぶインスタが来てからの話ですが、で、むちゃくちゃ良かったな、うんうん、なので、今では結構、うん、まあ珍しくはないかもしれませんが、あの個展会場とかで撮影 OK って、うんうんはい、当時はそう知ってないですね、ダメでしたもんね、普通で、あのそれこそ、あれどこだっけ、あれなんか表参道じゃないや、なんかやったじゃん、あ、伊藤忠の伊藤忠のとこ、あ、あの時も撮影 OK だっけ、あの時 OK だよね、撮影 OK、 あ、そうだそうだそうだ、ああいう時あたりからもう撮影 OK にしてたら、うん、みんなむっちゃ、いいのみたいな、確かに、いやでも、うん、でも OK ですみたいな、それで広まったんですよね、で、インスタにむちゃくちゃ上げられて、あ、でもそれは後付けというか、たまたま良かったんですけど、最初はそんなに、あの、いや、もうそんな、そんなその何、あの西野さんほらオセロめちゃくちゃ強いじゃないですか。西野さんのオセロ大会は私1回見に行ったことがあって、あのあったんですよ、下北で。むちゃくちゃなイベントですよね。そう、そうで、いろんなオセロにこう腕に覚えがあるっていうすごい強烈な人、あとオセロのチャンピオンみたいなプロもいて、でその人たちと西野さんがオセロやるんですけど、オセロって普通あの最後に白と青、青じゃん、黒か、どっちが多いかで数えるのに、西野さんはまだ緑の半面が見えてる状態で全部自分の色にしてるんですよ。だから完全圧勝、オセロめっちゃ強いんですよ。そうっていうぐらい、だからその先を見る天才なので。そのイベントなんすか。その気持ちの悪いイベント、オセロですよね。あれむちゃくちゃなイベントだったんですよね。あれ確か覚えてます。あの一人一人挑戦者が来て、僕が負けた時点で、うん、イベント開始5分後だろうが終了なんですよね。そうです、そうです。お客さんもそれで解散なんですよね。それはもう文句一個なしで、西野が負けたらこのイベント終わりで、で5分でイベント終わったらクレームは全て西野にっていう。そうです、そうです、そうです。西野を倒そうのオセロ前で。そうですよね。そうでした、そうでした。結構緊張感ありましたよね。5分で終わるかもしれないけど、イベントは。だけどすごかった、あのこの勢いというか、で、やっぱ天才と思って、あの割と私あの時から西野さんにはなんか反論するのやめようと思いました。西野さんとなんかこう勝負しても意味ないなって。あ、でだからその初めて会った時はそういうのがかけらも見えなかったんで。そうですよね。でも本当にチャーミングで、でそのやっぱり会った時にお話を考えるのにもう1年以上かけて考えていて、でそれで絵を描き始めて1年ぐらいでっておっしゃってて、でそのじゃあその話どういう話か、もうとにかく絵がすごいから、この絵は どういうシーンの絵なんですかっていうのを、じゃあ最初から物語言っていいですかって言って、その辺ちょっとだけ覚えてます、はい、でそこからもう全部教えてくださいって言って、はい、あのドクターインクの星空キネマって結構長い、はいはいはい、なんか何十ページもある絵本なんですけど、それを頭から全部
説明してくれたんですよ。やばい回ですね、その飲み屋でストーリーを最初から最後まで全部喋るわけよ。そう、まあまあの時間かけて。そうですよね。ただめちゃくちゃいい話で聞いて泣いちゃったんですよ。もうその瞬間にあの負けたと思いました。負けたっていうか、もうあのこの絵をぜひとも描き上げてください、弊社で出してください、で縦のとかはもうあの他のところで出したら自殺するってその場で言ったんです。本当本当バカですよね。これは煙に覆われた煙突町でハロウィンの夜に起きた奇跡の物語。一人ぼっちのルビッチと突然町に現れたゴミから生まれたプペル。日本中が感動した大人も泣けるあの大ヒット絵本がついに映画化。煙突町のプペル。